しかし目を覚まされたというのはこの上ない朗報であったな。未だ予断を許さない状況に変わりはないようだが。ええ、医師たちも全力を尽くしてくれていますが、本学が誇る最先端医療をもってしても根本的な治療は困難であるようです。おいたわしい限りだが、あとは女神の導きを頼むのみか。特別病棟だったか、せめてご挨拶を申し上げなければ。案内しましょう。いた。こっちよ、あなたたち。話は後よ。いいからついてきて。見つかりたくなければね。お疲れ様、バレリーさん。おかげさまで。ユーナちゃん、会えて嬉しいわ。七組の皆さんも初めまして。看護主任のセシル・ノイエスです。あなたたちのことはバレリーさんやロイドたちから聞いていたわ。Thank you.
入るがよい。よく来てくれたな、トールズの七組よ。このような姿ですまないが、まずは再会をことほぐとしよう。再びそなたらと会えたこと、余も女神に感謝している。この通り、かろうじてだがな、眠っていた間に起きたことは、大方聞き及んでいるつもりだ。ついに黄昏が起き、オリバルトが倒れたことも、共和国との戦争、いや、すべてを巻き込んだ終わりが始まりつつあることも、全てを知りながら混沌を受け入れ、若いそなたたちに苦難を強いていること、エレボニア皇帝として謝らせてほしい。そうだ、皇帝家に伝わる黒の使者によってな。そこには黄昏に至るおおよそのことが記されているのだ。帝国が歩んできた闇の歴史、鬼神や暗黒竜にまつわる様々な事件、選ばれし者が贄となって聖杯への道が開いてしまうこともな。良いのだアッシュ、そなたには何の罪もない。全ては帝国の呪いに導かれたこと、その意味では私もそなたも同じであろう。大切なのはこの先だ。ここまでは宰相や知性の多さの見込み通りだが、司書に書かれていたのは黄昏が始まる時点までだ。この先は言うなれば紡がれていない物語、彼らも読み切れていない道は決してゼロではないはずだ。ミルディーヌ公女、そなたが進めている道も含めてな。かつてそなたらの教官に語った私の知りうる真実のすべてだ。オリバルトが果たせなかった第三の道、そなたらならば見つけられるかもしれぬ。
そなたらの共感を取り戻した先に、そなたらだけの。一つ用件を思い出してな。総督殿はすでにここより去っている。単刀直入にお願いする。七組の諸君に会わせてはもらえまいか。初にお目にかかる新七組の諸君、突然訪ねてしまってすまぬな。旧七組の諸君は久しぶりだ。そう緊張せずともよい。以前から一目会いたく思っていたが、みないい目をしておるようだ。学生時代のシュバルツァー君を思い出すな。一緒に会えなかったのは残念だが。いや、残念ながらわしには彼の居場所はわからぬ。あくまで表の役割を与えられただけに過ぎるのだろう。かつての我が部下ギリアス・オズボーン宰相によってな。
うん、それが軍人というものだ。たとえこの先に待つのが大陸諸国、いや世界すら巻き込む大戦でも、国を守るために全てを尽くす。クレイグやゼクス将軍も同じだろう。思えば3年前、王子殿下より相談を受けて以来か、よもや7組がここまでしぶとくしなやかで力強い集まりとなるとは。その言葉が聞けただけでもあったかいがあったというものだ。7組諸君、シュバルツァー君のことは改めてよろしく頼んだ。必ずや再会し、共に新たな道を見つけ出せると信じておる。